黒浦優です。広瀬香美先生の音痴から抜け出すトレーニング。江野高校の通信制プラス未来の教育。通らなければならない道。勉強教育031。音痴から抜け出すトレーニング。いろんな曲のカバー動画が話題になっている。 シンガーソングライターでボイストレーナーの広瀬香美先生。誰でも簡単に歌唱力が上がる方法。音痴は思い込みが原因。日常的に歌う機会が少ないだけ。普段から音楽に触れ、少しでも歌うようにすれば、自称音痴から簡単に抜け出せる。広瀬流トレーニング。 10日間実践するだけでうまく歌えるようになる。歌は喉ではなく体全体で歌う。準備体操が重要。いきなり全力で歌うと喉に負担がかかり、喉が枯れる原因になる。歌を歌う前の準備体操その1、リップロール。唇を軽く閉じる。 キスをするように唇を少し尖らせる。息を吐き出しブルブルさせる。声帯や表情筋、唇の周りの筋肉をほぐす効果がある。毎日歌う前に30秒行う。その2、ほっぺたぐにゃぐにゃ体操。表情筋が上がり、口の中が広がるので、息の量がアップする。 頬骨の下のあたりにグーを押し当てる左右交互縦に頬を10回動かす笑顔で歌うトレーニングにもなる一日2セット発声の基本その1腹式呼吸息を吸った時にお腹が膨らむ呼吸法喉や体の力が抜け 息の量が増える。声量が見違えるほど上がる。簡易的な腹式呼吸はお尻を締める。発声の基本その2。息をたくさん使う。首をまっすぐに伸ばすと声が出やすくなり、無理なく大きな歌声や高音を出せるようになる。イメージとしてはキリンの首になって歌う。 笑顔で歌うことも大切。口角が上がると声が響きやすくなり、歌声が明るくなって通る声になる。音程を正確に取る練習。朝起きたらピアノやアプリなどでドの音を発生する。正しくないことがほとんどですが、毎日続けることで正しい音程が身につく。 歌の中で音程が取れない人の多くは、音程を曖昧なまま記憶している。高音の出し方のコツ。手を上げる。首の周りの筋肉が伸び、体全体を使うことになり、高音域が出やすくなる。高音を出すための練習法。お尻を締めて、キリンの首。 頭上に風船が浮いていると思う歌声が風船をパンと割っていく感じをイメージする一日30秒ほど録音し毎日家族や友人に聞いてもらう誰かが聞いているという意識を持つとより上達が早くなる N 高等学校の取り組み 新しい日本の高校。日本では新型コロナウイルスの影響で授業のオンライン化が進んでいる。この学校は4年前から取り組んでいる。角川ドワンゴ学園が2016年に設立した N 高等学校。N はネット、ニュー、ネクストなど。 様々な意味が込められている。コースはインターネットコースと通学コースがあり、通学コースもインターネットを使って授業を受ける。本校は沖縄の池江島にある。生徒数は2020年4月時点で14,852人。入学式や部活動もインターネット上で行う。 社会学者の古市典俊先生が解説通信制の高校は昔からありましたが通信制プラス未来の教育を詰め込んだ新しい教育を N 高校はしている N 高校の特徴その1オンラインで一流の先生の授業を受けられる必修授業だけでなく プログラミング、小説、ウェブデザインの授業など、生徒が学びたいことを一流の先生が指導する。声優の授業では、声優の松本里香さんが特別講師、ポケットモンスターの主人公サトシの声を担当している声優さん。イラストの授業では、君の名は、のキャラクターデザイン担当の 田中正義さんが特別講師人を引きつけるキャラクターの作り方やアニメーターについてなどの講義高校卒業資格対面授業が必要2年生の時に4泊5日で沖縄に集まる一緒に授業を受け伝統芸能を体験したりとかいろんな仕掛けを作っている N 高校ではアプリで授業をしていた。部外者も毎月1000円で見られた。新型コロナウイルスで日本の学校が休校している時に期間限定で無料で誰でも見れるようにしたため話題となった。N 高校の特徴その2様々な職業体験ができる。イカ釣り体験。 船で漁に出かけ出荷までを通して漁業の仕組みを体験勉強するマタギの体験雪山で狩りをする刀鍛冶船大工などの体験授業もあるさまざまな仕事を実際の現場で人々と触れ合い体験できる日本の高校は普通科が多い N 高校は 普通の勉強もやりつつ専門学校のように自分のやりたいことも学べて理にかなった教育法になっている N 高校の特徴その3イベントや部活動が最先端2019年の入学式は映画館で VR を使って開催された2020年の入学式は新型コロナウイルスの影響で完全オンライン化し生徒は全員自宅で入学式に参加した部活動も最先端株式投資部元村上ファンド代表村上義明特別顧問生徒が20万円使い 株の運用をする部活動提供された20万円をもとに東京証券取引所の上場銘柄の株を運用未成年者の場合は条件があります利益が出たら部員のものになる損失を出した場合は自分では補填しなくてよい株式投資を通じて お金とは何かを考えてもらうのが狙いの部活動企業部会社を設立する知識や姿勢を学ぶ部の活動資金は年間最大1,000万円を学校が用意し実際に企業ができるように支援している2020年3月現役 N 高生と 卒業生とで会社を設立した。株式会社スポータ。マイナースポーツのアスリートを応援する会社。基礎的な知識からどう発展させるかなど企業部がサポート。古市憲り先生曰く、若者にとっては早めの挑戦、失敗が大事。 大人になって失敗して取り返しがつかなくなる前に体験するのはとても意味があるのではないかと思っています。この学校に向いている人は意欲のある人。あいらみつお、詩人、書道家。解説はアイラみつおさんの長男の和ずさん。 若者の間で注目されている人間だもの奪い合えば足らぬ分け合えば余る仏教の三尺三寸橋の話から相田光雄さんはこの詩を作った長渕剛さんは相田光雄さんの詩に影響を受けたと公言している相田光雄さんの詩を美空ひばりさんが 本で紹介したのがきっかけで大ヒットした「道」長い人生にはなどんなに避けようとしてもどうしても通らなければならない「道」というものがあるんだなそんな時はその道を黙って歩くことだな愚痴や弱音を吐かないでな黙って歩くんだよ ただ黙って。涙なんか見せちゃダメだぜ。そしてな、その時なんだよ。人間としての命の根が深くなるのは、三つを。現代用語、言葉の意味、サブスクリプション。定額料金で、一定期間サービスが受けられる。 一日一食限定や一日一本限定など、就活、生前にいろいろ片付けや整理をすること、秋活、秋時間活用、趣味や副業をする人が増加、テレワークのテレの意味、遠隔のなどの意味、テレのつく言葉、 テレフォンテレビジョンテレポートなどテレワークやリモートワークは日本語の造語 SNS でバズるバズるとは爆発的に話題になることバズるのバズとは蜂が飛ぶ時のブーンという音バズ たくさん集まってうるさい様子から話題になる。身近なもののブザーはバズから由来している。人間の脳は他人を罰することに快感を覚えるようにできている。ベートーベンの名曲に隠れた驚きの真実ほか、 勉強教育032正義中毒脳科学者の中野信子先生が解説本人はなぜ他人を許せないのかなどの著書がある正義中毒とは自分が絶対に正しいと思い込み自分の考えに反する他人の言動に対し 許せないという感情が湧き上がり、攻撃的な言葉を浴びせ、叩き潰そうとすることを脳科学的に表現した言葉。日本人が特に陥りやすい。自粛警察、新型コロナウイルスの影響で、店のシャッターに汚い言葉の貼り紙。県外ナンバーの車に嫌がらせなどの悪質行為が横行。 人間の脳は他人を罰することに快感を覚えるようにできている。自分の考えに反する人を攻撃すると脳の即座核が刺激され快楽物質のドーパミンが放出される。正義中毒になりやすい人、一見良い人に見える人、会社では率先して掃除したりしているが、 心の中では私のデスクを汚したら許さないと思っていたりする。こういう人が一変して正義中毒になる可能性がある。SNS の普及で正義中毒が増えた理由。1、匿名性。2、似た者同士が集まりやすいから。 SNS は考え方が荷物同士でつながる。自分が欲しい偏った情報だけを受け取りがち。人間は同じ思考の人といるとき、幸せホルモンの一つのオキシトシンが分泌される。とても心地よい。自分の考えに反する意見があると、脳の全体上皮質が 反応し嫌なな気持ちになる。その嫌な気持ちを早く消したいので相手を積極的に攻撃してしまう SNS での誹謗中傷は世界的な社会問題になっている人間の脳の前頭葉身勝手な発言を抑制している匿名だと前頭葉が働きにくいため気持ちをコントロールできず っったこともなない相手に攻撃的な言動を取ってしまう別の要因として同調圧力がある周りの意見に対し自分の考えが少数派の意見だった場合いじめのターゲットにされることを恐れて多数派の考えに合わせてしまう正義中毒の人は同調圧力に敏感。 日本人は同調圧力を受けやすい。日本に台風、豪雨、地震などの自然災害が多いため、生き延びるために他人との協力が必要で、個人より集団の意思決定を尊重することが求められた。新型コロナウイルスを収束させるために、協力し合って一致団結しているときは、 正義中毒になりやすい日本人はセロトニントランスポーターが少ない脳科学的には日本人は怒らせると何をするかわからないイライラをコントロールするのはセロトニンセロトニンの量をコントロールするのはセロトニントランスポーターというタンパク質その量が少ない人ほど 復讐をしたいという心理が働く。イエール大学医学大学院の研究によると、日本人のセロトニントランスポーターの量は世界で一番少ない部類に入る不倫や不謹慎な言動に日本人は一斉に攻撃をする傾向にある。正義中毒になってしまう人の脳。 ちょっと衰えている可能性がある。自分を客観視できなくなり、他人を許せない感情を抑えられなくなる危険性がある。頻繁に過去の出来事を美化する行為が現れると、脳が衰えている際、自分の悪かったところを全部スルーして、良かったところだけを思い出している。 正義中毒にならないための方法。前頭前野を鍛えればよい。普段あまりしないことをする。いつもと違う道を歩く。普段あまりやらない家事をするなど、日常的に慣れていることをするのは脳に刺激がない。前頭前野だけでなく脳が活動しなくなる。他人のことは自分の人生にはあまり関係ない。 という考えを持ち人とはいい距離感で接しようと心がけることが大事ベートーベンの名曲に隠れた驚きの真実バイオリニストの博士太郎先生解説ベートーベンの名曲に隠れた驚きと真実20代まで人気のピアニストであったベートーベンは 耳が聞こえづらくなり作曲専門に転向し新しい音楽が作りたかった37歳で運命を作るベートーベンは生涯独身だった1曲の作り方に革命を起こした運命冒頭で休みから入る出だしのパワーを貯めての休みまたじゃ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 ーんだけで作った 2. オーケストラの形を作った運命。トロンボーンとピッコロを加えたことが革命的であった。トロンボーンは教会の聖歌隊の伴奏で使われる神聖な楽器だった。またピッコロは主に軍隊での音楽だけに使われていた楽器であった。3. あえて重々しく暗いコードを使って作曲した運命。 ベートーベン以前の公共曲は宮廷での BGM として明るく軽快であった。4. 音楽を脇役から主役に書いた英雄。ベートーベンの革命。宮廷の中では作曲家は料理人と同じ立ち位置だった。宮殿に行くときはカツラをかぶるのが礼儀であった。 ベートーヴェンはカツラを捨て去り、地下で活動した。5、今のピアノはベートーヴェンが作った。ワルトシュタインという曲のために、ピアノの鍵盤を54件から68件に構造を変えた。ピアノのペダルはもともと手元にあった。足で操作するように変えた。現在のピアノの鍵盤は88件。 6. ベートーベンは耳が聞こえないのでテンポを目で確認できるようにメトロノームを作った。ベートーベンのお墓はメトロノームの形になっている。7. 楽譜はイタリア語で書くのが主流だった。ベートーベンは自国語のドイツ語で書いた。 名曲、田園には鳥たちの鳴き声が表現されている。聞こえていた頃の今までの記憶を思い出しながら曲を書いた。8、交響曲第9番。ネタが尽きて人生最後の作品で名曲が誕生した。それまでの交響曲では歌はご法度だった。合唱を取り入れた。 歌詞の内容は人類全てが兄弟となり幸福や喜びを神と共有しよう。ベートーベンの曲にはこれまでなかったシンプルな音楽をみんなに歌わせた。CD から録音するメディアの時間が74分なのは第9の演奏が録音できるように74分に決められたため、 最新の文房具、文房具ソムリエの石津さん解説。1、アスカ、どこでも学習台。カバンで学習机になる。重度の傾斜があり、姿勢よく作業ができる。収納機能もある。2、第5、ノートブックディスク。一般的なノートより小さく、横長の形。 パソコンの手前に置けるノート。3. ポストイットエクストリームノート、付箋。どんな素材にも強力密着する。4. ペンテル暗記スナップ。スマホに暗記専用アプリをダウンロードして入れる。暗記したいところを蛍光ペンで塗る。スマホのアプリへ撮影すると、塗ったところが黒くなっている。 黒くなったところをタップすると答えが出てくる。電車通学の学生に大人気。5. ゼブラ・デルガード・ ER。どんなに力を入れても全く折れないシャープペンシル。芯が中に入り、強い負荷がかからない。6. 靴はアルミ定規30センチメートル。 線を引いたり長さを測るだけでなく、紙を切ることができる。七、靴は地消し、鉄粉入り消しゴム、磁石入りケースで消しゴムカスを集めることができる。八、靴はエアピタ、立つ筆箱で邪魔にならない。九、サンスター文具、眠み、 筆箱と枕が合体したペンケース。銃、オルファ、カイコーン。段ボールを安全に開けるための道具。ずっと人気の商品。サンスターブング、ニューアームフレれ象が踏んでも壊れない筆箱。言葉の豆知識。QR コード。 世界中で利用されているバーコードの200倍のデータを表示できる。発明したのは日本人。伝奏の原正宏さん。QR コードを思いついたのは趣味の囲碁がきっかけだった。火蓋を切る M1 グランプリの開催の始めなどに火蓋を切ると言いますが、 意味は戦いの始まりです。由来は火蓋とは火縄銃についている安全装置のこと。火縄銃を撃つ時の掛け声は火蓋を切れ、撃て。2025年問題。段階の世代が後期高齢者になり、社会保障費が増える。 お手洗いの呼び名、トイレ、レストルーム、バスルーム、ダブル C はウォータークローゼットの略で、水の小部屋、上品な言い方。S 君を掃除用具室に閉じ込めたという息子、いじめの定義とは、 小学校のいろんなこと、他。勉強教育033。本、息子がいじめの加害者に大原ゆき子作。大原家の実話の漫画。母は漫画家。竹、小学5年生。イ小学3年生。父はフリーライター。 漫画の内容1。ある日、ママ友から母にメールが届いた。これは完全ないじめと判断しました。早急に解決してもらわないと安心できません。タケが友達 S くんをいじめたというのです。父が竹くんを問いただすと、S くんが掃除の時間に遅れてきたから掃除用具室に閉じ込めた。 2日連続で遅れてきたから正座させちゃったと答えたスクールロイヤー弁護士の鬼澤秀正先生解説保護者が子どもの友達を知っていると子どもがいじめの加害者になるリスクが半減するという子どもの友達を知ることは 子どもの行動に関心を持つということ子どもの行動に共感し親が褒めると良い影響を子どもに与えるスクールロイヤーとは学校内のいじめや体罰保護者とのトラブルにアドバイスする弁護士のこと本が話題になっているのはいじめ被害の体験に関する本は たくさんあるけれど加害者側の視点に立った本はあまりないもし自分の子供が加害者になった場合どう行動すればよいのかを知っておくことはとても重要なんです漫画の内容に子供のいじめが発覚した直後の両親の会話 夫は相手がいじめだって感じたらそれはいじめでしかもいじめた方が100%悪いんだから親としてきちんと謝罪しようと妻に言った鬼沢先生解説いじめ防止対策推進法に定義されているいじめの基準は他の児童制度が行う心理的 または物理的な影響を与える行為により対象生徒が心身の苦痛を感じているもの翌日武くんの母は S くんの家へ行き謝罪「漫画の内容3」父は子供専門の精神科医に相談し「子供子育て応援センター」というカウンセリング機関を教わった 行ってこようと言うと妻は話を聞いてもらえるならまず私が行ってみたいという。鬼沢先生解説。全国の自治体に相談施設があり、役所で連絡先を教えてもらえる。母は女性の臨床心理士と面談しました。被害者の母からの報告書を見せたり、 子育てで抱く悩みも相談。長男を追い詰める言動をしてしまったかもとずっと自分を責めていることや先方に言われたことで気になることがあるなど相談しました。鬼沢先生解説、支援センターで相談することは自分の頭の中が整理されて良いことだと思います。臨床心理士は息子さんが スクールカウンセラーと話すという解決策を提案されました。鬼沢先生解説、スクールカウンセラーとは、学校で子供や保護者の心のケアや相談に乗る専門家のこと、一番多い相談は不登校。いじめの加害者の多くは、周りにモデルがいる。 鬼沢先生解説暴力を振るう人が身近にいる父の DV や兄の DV があったりすると子供は弱者を暴力で支配していいんだと思ったりとか自分が加害者にならないと被害者になってしまうという恐怖感を持ってしまう家で保護者が暴力的だと 子供が暴力的になる傾向がある。今回のたけくんのケースは必ずしも周りにそのようなモデルの人がいたわけではなさそう。漫画の内容4。加害者の両親と被害者の母親が学校で対面することになった。校長、担任、教頭、 と、S、君の母親が校長室で待っていました学校に両親が到着し入室する鬼沢先生解説スクールロイヤーは事前に対応策を学校にアドバイスしている同席はしない父はこの度は申し訳ありません S 君のお母さんにも大変なご心配とご迷惑を おかけして申し訳なく思っています。母はいじめてしまった側の親として何ができるのかを夫とも話し合ったのですが、S 君と一緒になっていたスイミングスクールと習字をやめさせることにしました。鬼沢先生解説、二度といじめを起こしてほしくないと思っている相手へは、 ただ謝罪だけでは不安が収まらないので、具体的な対応策を提案することは良い対応です。校長先生は、では S 君のお母さん何かありませんか ?S 君のお母さんは、お考えはわかりました。竹く君には今後しっかり変わってほしいですね。と答え、帰宅されました。 漫画の内容後校長先生が昨日の放課後、竹く君と S 君のそれぞれから話を聞いたら S 君がが竹ちゃんのことが怖くなってきたって言うんですよ S 君によると竹ちゃんは習字の先生の家にあるピエロの花を黒く塗って笑っててちょっと怖かった竹ちゃんは突然もう死にたいよとか言い出して 怖くて何も言えなくなった、そうですよ。と、竹くんの両親に言った。鬼沢先生解説、子供にありがちな行動にも思いますが、竹くんの両親は何も言わず黙っていました。帰りの車の中で妻は、なんで反論しなかったのと、夫に聞くと、今一番大事なのはさ、専門家に竹は正常、 っていううお墨付きをもらうこととなんだと答えました鬼沢先生解説どんな人でも当事者になってしまうと冷静な判断をすることができなくなる反論する前に第三者の意見をもらい改めて考えることはとても良い対応だと思います。 小学校4から6年生に調査。どんな理由でいじめたのか。第1、相手に悪いところがあるからいじめた。第2、悪ふざけでいじめた。第3位、なんとなくいじめた。漫画の内容6、全校集会で校長先生が、こういうようなことはいじめです、といじめの事実を公表した。 次男のレイ君は、全校集会の後、友達から、あれ、お前のお兄さんの話やろ、と言われた。誰の話か完全に特定されている。また、学校通信という冊子で、学級でいじめについて話し合いしました。いじめをしている人は心が病気になっていると話しました。と書かれていました。 鬼沢先生解説。心が病気というワードは人格攻撃になってしまう。全校集会で話すのは疑問です。スクールカウンセラーとタケ君の面談。スクールカウンセラーはタケ君の気持ちを引き出していた。タケ君は晴れ晴れとした顔をしていた。子供との面談後、両親が スクールカウンセラーとカウンセリングカウンセラーはたけ君は10歳児として正常な発達をしているお子さんです善悪の判断もきちんとついていますまた私の方からは今回の良くなかった点を話して聞かせましたがたけ君はご両親のしてくれていることをきちんと理解していますとおっしゃった両親は心からホッとできた 鬼沢先生解説。たくんはスクールカウンセラーに否定されずに聞いてもらい、客観的に反省することができた。漫画の内容7。数ヶ月後たくんは、お母さん、S 君と仲直りした場合、っていうか向こうから話しかけてきた、と、母は、そうなの、と返した。子供たちは仲直りしたようだ。 鬼沢先生解説。いじめの原因には、実は先生たちの態度などが影響している。学校風土と言われている、20から30代の教職員約800人に聞いたアンケート。パワハラを受けたことがありますか ?31.9% があると答えた。 先生はいじめはダメと生徒に指導するばかりで、学校の環境もいじめの一つの原因となっている。先生が威圧的なクラスはいじめが多い。同僚から悪口を言われている先生が担任のクラスはいじめが多いというデータもある。これからは学校も変わっていくことが重要。 いじめ問題対策、ビアサポートプログラム、生徒がいじめの相談に乗る、カウンセリングの面談の練習をしたり、いじめ防止のビデオを作ったり、いじめを見ている傍観者をなくす活動をしています。実際に活動している中学校では、いじめも不登校も少なくなったそうです。小学校のいろいろなこと、 小学校の教室の法則。窓が黒板に対し左側。右利きの人が字を書くときに影ができないように。明治時代文部省が校線を生徒の左側から取り入れるという基準を決めた。理科室。理科室の椅子はどの学校も背もたれがない同じ形で木製になっている。 強度を保つために一つの面に板が売ってある。作業台にもできる。理科の実験は危険なので逃げやすいように背もたれはない。立って実験をするときには机の下に収納できる。理科室の机の天板が黒いのは薬品など白い粉をこぼしたときに見えやすいように。 ジャポニカ学習長。2012年から虫が気持ち悪いというクレームがあったため、花の写真だけになった。今年50周年記念で虫の表紙が復刻して話題となった。図が工作、カッターナイフ。正式名はオルバ式カッターナイフ。 オルファ株式会社創業者の岡田義夫さんが1956年に発明した。切れ味が悪くなれば、歯の先を折れば、絵味が持続する。綺麗に割れる板コをヒントに発明した。全力で、 頑張れば未練なく次のステップに進むことができる。林青年は夜の世界で自分が一番下の位置にいるという経験ができた。ほか。勉強教育034。林先生が取材。ローランドさん。 林先生が取材しました。現代ホスト界の帝王カリスマ的存在ローランドさん28歳著書俺か俺以外かローランドという生き方林先生との対談において物腰柔らかく比喩表現や例え話を挟み相手が具体的にわかるようにと話しています。 ローランド流ポジティブに生き抜くヒント。1、全力で頑張れば未練なく次のステップに進むことができる。昨年、ホストクラブを閉店。2、大学は目的もなく行く場所ではない。大学の入学式の日、ここは俺の居場所じゃない。そう実感した。 俺は人の決めた人生は歩めない。数日で自主退学。大学という空港には、行き先も決まっていない、飛行機のチケットもパスポートも持っていない人がいる。そこに疑問を感じる。三、過激な発言は、自分を知ってもらうため。誰にも知られていない自分では、何を言っても響かない。 無名な奴に力はないと思っていた。メディア向きに過激な発言をしてきた。これからは本当の姿を出していこうと思っている。4. 将来が不安なら自分の心に問いただす。成功が幸せかやりたいことをやるのが幸せかローランドさんの生涯をかけた夢。 海外のサッカークラブを経営しチャンピオンズリーグに出場すること自分のやりたいことをやり続けるローランドさんは何で勉強しないといけないのと子供に聞かれた場合答えに困るそうです林先生は「勉強しないといけないの?」と聞く人はその勉強をやっていて楽しくない人で続かない 勉強が楽しいと思うかは、家庭環境が大きい。親が楽しそうに本を読んでいる。楽しそうにパズルをしている。子供が真似をする。勉強が好きになる。勉強はやらせるよりもやりたいと思わせることが大事。エゴサーチ インターネット上における自分自身の評価を確認する行為。ローランドさんは何を書かれても気になるので SNS を全く見ない。ローランドさん曰く唯一無二でいるためには知りすぎないことが大事。聞かない耳を持つこと。SNS を気にしていたら右向け右のつまらない人間になる。 林先生はそういうことを遮断力と呼んでいる。便利な世の中で知らないといけない情報は嫌でも入ってくる。自分から情報に歩み寄る必要はない。林先生は遮断しない。情報には2種類あり、事実がある情報と事実じゃないことが書かれている何らかの思いがある情報。 その思いを知ることが自分にとってプラスになると林先生は考えている。夜の仕事の魅力メリット。後ろ盾も才能も経歴も何もない人間がスターダムにのし上がれる稽古な業界。特に歌舞伎町。行けば何かが変わるかもしれない。夜の仕事のデメリット。 学歴不問で誰でもなれる分、道徳や倫理などのモラルや法令や規則、社会的模範や倫理などを損守することのコンプライアンスの意識は必然的に下がる。ホストの魅力と悪い部分は表裏一体と思っているので、ホスト業界の地位を上げていきたいという気持ちはあまりない。 求めすぎると業界自体の魅力がなくなる林先生の貴重な経験先生は若い時期に夜のお店に通ったことがあったあるお店に行くと真ん中に不当客のテーブルが用意されているお姉さんたちがもてなしている夜の仕事の世界をどういう世界と捉えるか 林青年は二階の一番隅っこの席に座らされ財布を気にしながら見ていた。頑張って真ん中に行こうと思わなかった。そう思う感覚が自分にあるとわかったのが財産だったのですが若い時期には気づかなかった。テレビ番組に出始めた頃、たけしさんの番組でひな壇の上の 下っ端の人の座るところに座らされていた突然夜のお店のシーンを思い出したここはけしさんの世界で隅っこからこの世界を楽しもうと思ったローランドさん「樽を知るですか林先生予備校講師とか文化人はその世界で実績を残したからテレビに呼ばれる。 テレビの中では何の実績もない立派な業績がある俺がこんな扱いなんだと林先生は思わなかった夜の世界で自分が一番下の位置にいるという認識をする経験ができたからまたその経験は人生において貴重だったんだと思った 夜の世界はうまく遊べる人だとプラスになる世界ローランドさんの経験勉強机はホストクラブのテーブルだった騙し騙されたりお金の価値や倫理観とかいろんなことをたくさん学べたホストになりたての頃は 全然売れなかった貧乏を経験したがどうにか生きていけた人生は何とかなる死ぬことはないと覚悟が決まり金ばっかり追い求めず自分のやりたいことをやることにした捨て身の覚悟は強みでもあるやりたい接客は選ばれる側ではなくお客様を選ぶ側ちょっと強気な接客に シフトチェンジできた。売れるきっかけとなった。はじめは波風が立った。生意気と非難する人もいれば、みんなが右向け右の接客なのに、あなたは新しいねというお客様もおり、徐々に売れていく。売れている奴がお客様を選ぶというと、ちょっと面白い。何を言うかも大事だが、 誰が言うかも大事。女の人は噂好きなので、広まって自分のブランド力がアップしていった。林先生が問いかける、自信がないんですという若者が年々増えていますが、どう思いますかローランドさん答える、自信なくったっていい、自信のあるふりでいい、自信のあるふりが、 気がついたら自信に変わっている。林先生が問いかける。本の中にデブは甘い。普通に生きていたら太らない。という一文がありますが、どういう意味ですかローランドさん答える。本という媒体を通して発言することで自分自身が追い込まれる。心が弱いから言ったらやらざるを得ない。 だからビッグマウスをしている。本でも語っていない真実。本の中で父親から男に生まれた幸せは何だと思うと聞かれ当時答えられなかった。今はやりがいを追求できる人生が人に生まれた幸せだと思っている。人は勝つことや勝ち方にもこだわれる。 人として目先のお金より、お金の稼ぎ方、美学、ロマンを感じるとき、人間に生まれてよかったと思える瞬間。本の中での父親の答えは、惚れた女に振り回されること。昔の男の幸せを一言に凝縮している。家族以上に大事なものはない。 日本人の英語勉強の妨げの和製英語。モノマネ芸人桑田真似さん解説。桑田さんはトーイックの満点の990点を取っている。トーイック、英語力を測る国際的な試験、満点の990点は全体の0.09%。海外で 通じない和製英語が多すぎる。キャッチボールは和製英語。英語ではプレイキャッチ。ユニフォームは正しい英語。野球での用語。セーフは海外で伝わる。アウトは伝わらない。トイレは海外ではレストルーム、ウォッシュルーム、バスルーム。持ち帰りのテイクアウトは伝わらない。 英語では to go イギリス英語では take away ソフトドリンクは伝わるアルコールの入っていない飲み物のことホテルのフロントは伝わらない英語では reception フロントというとホテルの前の場所のことになる世界に衝撃を与えた すごい音楽家ベスト101、ベートーベン2、ザ・ビートルズ3、ワーグナー4、モーツァルト5、日本人の坂本隆一6、ショスタコーウィッチ7、シューベルト8、日本人のイフクベアキラ9、バッハ 十、ハイドン。イフクベアキラ。日本のクラシックを世界レベルに引き上げた人。日本映画ゴジラの音楽などを手がけた人。ゴジラの鳴き声は、コントラバスの弦を擦り、逆再生して鳴き声を作った。スキヤキの語源。スキヤキのスキは、 畑で使われている農具のスキ日本古来よりのスコップのようなもの江戸時代農作業の後、スキを鉄板代わりにして肉や野菜などを醤油や砂糖で味付けして食べていた江戸時代は肉を食べてはいけなかったのでこっそり畑で食べていた 勉強になる漫画の第1位は発明のヒントが詰まった国民的漫画今どきの小学生ほか勉強教育0 3号。現役東大生500人に聞いた勉強になる漫画トップ10第1位ドラえもん 未来の科学の勉強になった発明のヒントが詰まった国民的漫画ドラえもんに出てくる道具のバイ・バインは5分ごとにものを2倍2倍と増やすもの指数関数の y イコール数値の x 上右肩上がりに増える複利計算などの原理でもある第2位 ドラゴン桜、落ちこぼれ高校生を一年で東大合格に導く受験漫画、大学受験の勉強になった漫画、小中高生必読、東大生のバイブル、受験で使えるテクニックが満載。数学の計算ミスをなくす、ノートや回答用紙の賢い使い方、 二分割して真ん中に線を入れる。計算をするスペースを作る。作者、三田先生曰く、担当編集者が東大を卒業したばかりで、いろいろと話を聞けた。第三位。名探偵コナン。体が小さくなる薬で小学生の姿になった高校生探偵の工藤新一が、 江戸川コナンと名乗り難事件を解決していく推理漫画トリックが思考力を鍛える科学知識が身につく勉強になる漫画第4位「ワンピース海賊王を目指す主人公ルフィが大冒険を繰り広げる漫画「地理の勉強になった」。 世界のいろいろな地域をモチーフにしている地理に興味を持つきっかけになる第5位働く細胞生物の勉強になった今話題の漫画で細胞を擬人化した赤血球を擬人化し花粉症インフルエンザスッキズなど体内で起こるトラブルを解決する様子がわかる 結晶板や白血球などが様々な対象をする。医療関係者も認めるリアルな描写とわかりやすい例えになっている。第6位、進撃の巨人。人を腐食する巨人に支配された世界。母を殺された主人公が復讐を誓う漫画。国際情勢の勉強になった。 世界の問題が学べる漫画、現実社会での民族問題、正義とは何、国際情勢を考えるきっかけになった。伊佐山先生解説、冒頭では敵と被害者を単純化してみせ、読者に主人公の暴力を正当化できるように読ませる。主人公側に感情移入をしたまま、 主人公が加害者として現れる。読者によって感想が分かれるものを描くことが理想だった。第七位、宇宙兄弟。宇宙の勉強になった。JAXA の気候の仕組み、ロケットに携わる人や仕組みもよくわかる。宇宙飛行士の訓練やロケット発射のシーンなどもリアル。 宇宙飛行士の採用試験も本物そっくりに書かれている。作者の小山先生はいろいろなところに取材に行き話を伺い漫画の参考にした。第8位朝木夢見し古文の勉強になった。源氏物語は入試でもよく出題されている平安時代の貴族の 光源氏の物語。恋愛、権力闘争、平安時代の貴族社会がよくわかる。第9位、鬼滅の刃。鬼にされた妹を人間に戻すために主人公が鬼と戦う。近代史の勉強になった。激動の大正時代がよくわかる漫画。大正時代の実際の生活や、 身分精度を反映している、鬼のキャラクターは疫病だった。大正時代にはパンケーキやレオタードがあった。レオタードは19世紀フランスのサーカスの空中ブランコのレオタールさんの衣装のことだった。第10位スラムダンク、バスケ初心者の桜木花道が 才能を開花させる青春バスケットボール漫画。受験の勉強になった。勉強意欲増大漫画。名言や格言などがよく出てくる。最後まで希望を捨てちゃいかん。諦めたらそこで試合終了だよ。練習風景に何度も、左手は添えるだけという言葉が出てくる。勉強でも反復するのが大事。 2020年小学生男子がなりたい職業ランキングベネッセコーポレーション第1位ゲームクリエイタープログラマー第2位ユーチューバー第3位サッカー選手第4位野球選手第5位研究者科学者2020年小学生女子がなりたい職業ランキング 1> 第1位、芸能人。第2位、漫画家、アニメーター、イラストレーター。第3位、パティシエ。第4位、YouTuber ーー。第5位、保育士、幼稚園の先生。男子小学生の親が子供についてほしい職業ランキング。第1位、公務員。第2位、医師。 第3位、会社員。第4位、スポーツ選手。第5位、警察官。女子、小学生の親が子供についてほしい職業ランキング。第1位、看護師。20年連続で第1位。第2位、公務員。第3位、薬剤師。 第4位医師第5位歯科衛生士小学生の習い事学研の調査によると2020年小学生の78.7%が習い事をしている小学1年生から6年生を均等にアンケートした結果 小学生の習い事ランキング。第1位、水泳。第2位、学習塾。第3位、英会話。第4位、通信教育。第5位、音楽教室。小中学生のお年玉。2020年、もらったお年玉の平均額。小学1、2年生。 一万九千四百円。小学三、四年生二万一千百三十六円。小学五六年生二万六千九百九十一円。中学生三万一千七百六十五円。全体の平均は二万五千五百九十四円。 小中学生のお年玉の使い道ランキング。第1位、貯金。第2位、ゲーム機、ゲームソフト。第3位、おもちゃ、カードゲームを含む。第4位、お菓子やジュースなど。第5位、文房具、雑貨。林先生の思う成功の秘訣。 正しい場所で正しい方向で十分な量なされた努力は裏切らないダルビッシュさんに林先生がインタビューダルビッシュさん曰く成功の秘訣はちゃんとできる頭を持っている人が成功しやすい野球をやる人は少子化で減っていくと言われるがそれ以前に 野球をやる人は減っていく。野球より自由度が高いスポーツがたくさんある。無条件に強制されるスポーツは、する人がいなくなっていく。ダルビッシュさんが SNS などで自分の意見を主張する理由、日本の野球が一番だと、またより良くしたいと思っている。 日本のパリーグは情報交換がよく行われていた。選手たちのレベルが底上げされている。野球にボディービルの知識は役立つ。セリーグはそれがない。予告選抜をしないのでチームごとにいろんな情報を隠している。昔のプロ野球の OB たちは現在のようなトレーニングをしていないので、 何かの指導を受けたとしても、現在の選手たちは、その人たちの意見は聞かない方が良い。自分で勉強して、自分の信じたことをやるべき。ダルビッシュさん曰く、メンタルケアは重要。自信をなくした人をやる気にさせる、相手の気持ちに寄り添ったアドバイス法。自信をなくした人にはまず、 自分がどれだけすごいかを自自覚してもらう。自分の実力をネガティブに考えて落ち込んでいるがドラフトで指名されているだけですごいプロ野球選手になる夢を達成しているのに野球を好きじゃなくなったりする視野が狭くなっているダルビッシュさんはポジティブな言葉をかける ダルビッシュさんもいい体験をしているネガティブな言葉で指導を受けた時期があったネガティブな言葉は恐怖感や不安を人に植えつける違うチームに移籍し良い時も悪い時もコーチが同じ態度で接してくれていたことによりポジティブな言葉の大切さを知る ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。別のも見てくださいね。